変お世話になりました。みんな泊まっていけばいいのに。うん、また遊びに来てね。次は一晩中語ろうね。ほのかたちもバイバイ。うん、またね。さあ帰りましょう。家に帰るまでがライブよ。みんな乗り込め。わー、楽しかったです。素敵なライブを見て、美味しいものをいっぱい食べて、スクールアイドルのお話をたくさんして、幸せだったな。カナタだって結局すぐ起きて、おしゃべりに夢中だったものね。もう今すぐすやーしそうです。かりんちゃんのお膝拝借。すやー。ちょっとカナタ、くすぐったいわよ。何時もカナタにお膝枕してあげたいわ。え、ランジュちゃんもカナタちゃんにお膝枕してくれるの？やったぜ。リアさん、何をしているんですか？お、これ作曲アプリ、ベイビーちゃんにも教えてあげたんだね、ベイビーちゃん。あれ、なんか元気ない？先輩、お疲れですか？もう休みますか？それなら毛布がここに。ねえ、どうしたの？え？タオル、タオル！先輩、どこか痛いんですか？酔っちゃいましたか？平気なわけないじゃない。あなた、泣いてるのに。一人で溜め込むのはダメって言ったでしょ。何かあるなら教えて。あなた一人、そんな顔させておけないよ。あなたが泣いてたら、私には大したことだよ。だからお願い、教えてほしいの。ランジュがすごいのは当然だけど、それでどうして泣くことがあるのよ。あなたちゃんたちさ、あなたが思ってるほどすごくなんか全然ないよ。そうね、情熱はあるけど、将来同じことをし続けるかはわからないわ。そうなったら素敵だなとは思うけどね。私も今やりたいと思ったことをやっているだけなんですよ。カスミンは可愛くなりたいなぁとしか思ってませんよ。でも、カスミンの夢って先輩がいないと叶わないものなんです。だから先輩、カスミンと一緒の夢を見てくれませんか？私の夢だって先輩がいないとダメなんです。そういうことならランジュもそうね。ランジュだってあなたのこと、頼りにしてるわ。私も同じです。私が誰かを幸せにすることができたときは、あなたに見ていてもらわねば意味がありません。ほら、涙を拭いて。あなたってば、たくさんの人の夢を背負ってるんだね。あなたは気づいていないかもだけど、私の夢も、
あなたの背中に乗ってるんだよ。私の夢もね、隣にあなたがいてくれるから頑張れるんだ。あなたと叶えるつもりだから一生懸命になれるんだよ。歩の言う通り、愛さんたちの夢ってさ、もう一人だけの夢じゃないんだよね。僕たちと君の夢だよ。だからあなたはここにいる誰よりもたくさんの夢を持ってるんだよ。そう、だからあなたは私たちと同じだよ。何も変わらない、足りてないものなんてない。あなたは私たちの夢を本気で一緒に見てくれる。それはあなたが一番夢に全力だから。今日のマイクトラブルの時、一番最初に歌い出したのはあなただったよね。あなたが一番あの瞬間に全力だったからできたことだよ。